木は風に動かず、どこまでも固く。竹は風に逆らわず、どこまでも柔らかい。この2つの性格を併せ持ったのが世界一と言われる日本刀。その弟分和包丁にはお侍さんにもわからない切るコツがあった。それは翔太君、実は佐治さんが佐治さん、俺に来た手紙何で破れてたんすか。何訳のわかんねえことくっちゃべってんだ。しらばっくれないでください。新子君が見てるんです。佐治さん、知らねえって言ってんだろうが。てめえ、俺がそんなに憎いのか。ああ、可愛い弟分の未来を思ってこそ厳しく指導してるこの兄さん。次はなくなったら我慢できます。でもうるせえ。ここはてめえのいる場所じゃねえんだよ。早くパパのいる小樽に帰りな。まだ帰りません。帰るしかねえようにしてやろうか。このホッテントット金モグラなんだけどね、欲しいよね。こういうの一匹欲しくない？うん、サジ。よし、あ、翔太。はい、これきっといたって。はい、え、これぐらい簡単やな。頼んで。はい、あ、できました。できた。じゃあこりゃ、こんなもん使い物なのかいや。まあ、包丁も使えんのか。兄さん、俺が切りましょうか。サジ頼むわ。翔太ではあかん。どけ。奥でジャブジャブ洗ってろ。渡辺、はっきり言って俺はめちゃめちゃ悔しいです。なんであいつが切った巻物を俺が持ってきてなんねんだよ。くそ、こぶれ一本一。どうも。こんにちは、大鳥寿司です。あ、はい、こっちです。こっち。はい、寿司が来たわよ。美咲ちゃん、私ね、お寿司大好き。あ、おいくらですか。1200円です。はい、まあ美味しそう。美咲、よかったわね。じゃあこれ。このお寿司、お兄ちゃんが作ったの。うん、すっごく美味しい。どうもありがとうございました。ご苦労様。日本一。日本一のお寿司屋さんってこと。なれればいいかなと思って。きっとなれる。ありがとう。
渡辺、俺の悔しさは北風に煽られたオホーツク海のように激しく波立ち、でもどこかに明るい太陽の光が差し込んでいるような、そんな不思議な気分です。とほとんど変わんないと思うんだけどな。やっぱりあれじゃないかな、心。佐治さんは心を込めて切ったんだよ。違うと思うよ。ヒデさん、ヒデさん、教えてください。どうして翔太君が切ったんじゃダメなんですか。心がこもってない。本当ですか。翔太、なんだお前まだ分からんのか。宮崎県高島の猿も芋を洗い出すまでには長い時間がかかった。あじちゃんは、あ、いませんけど。ほら、うん、これ最低。もう切り方が悪いからシャネが潰れて口の中でハラリとほどけないもの。やっぱり心の問題じゃないかな。違うと思うよ。さゆりさん、大学は。ああ、パスパス。え、いいんですか。今日は去年単位を取れなかったし、倫理学の講義があるじゃないですか。ほんと、何でそんなこと知ってんの。さゆりさん、何入れてるんですか。化粧水。うちの冷蔵庫パンパンだったから。パンパンって、これ業務用ですよ。さえな男のくせにピーピーキャーキャー。もう少し簡単になれないの。そうだよ翔太君、みっともないよ。何これ、誰が来たの。あ、翔太君です。あんたさ、口っちゃ偉そうなこと言ってるけど巻物の一本も切れないんじゃ。寿司は落第だよ。何が超最低な切り方なんですか。そんなの見ればわかるじゃん。ちょっと待ってて。トメちゃん、そんなもの違う。え、高さというか長さが微妙に違う。バラバラ。それと切り口もバッタが食べた後みたいにガタガタ。そこまでひどくないけど、確かにバラバラでガタガタだ。
とりずしですか。 OK ください。 OK ですね。 OK です。はい、ちょっと待ってください。すいません、どうもありました。ご苦労様です。何しましょう。あの、太巻きだけでいいですか。オッケーオッケー、何でもありですわ。太巻きの握り一丁ですね。え、っていうか、太巻き一丁。すいません。太巻き一丁。あの、はい、出前の人は。あ、慎吾。はい、何ですか。あの、背が高くてかっこいい感じの。ああ、うちの店では俺以外いませんけどね。翔太くんじゃないですか。アホ、あいつがかっこいいわけないやないかい。あいつがかっこよかったら俺はハリソン・フォードか長谷川一夫や。戻りました。お兄ちゃん、お兄ちゃんのお寿司食べに来ちゃった。何やってんのお前。はい、ごめんね、つい見習いていなくてさ。もうお兄ちゃんのお寿司だと思ったんだけどな。あ、私の家の近くにね、野原があったの。そこって毎年春になるともういっぱい菜の花が咲いてね。菜の花の中を走ったことがある？菜の花の中はないけど。菜の花ってね、不思議なんだよ。私に元気をくれるの。頑張っていきなさいって大きな声で元気をくれるの。でもね、昨日行ったらそこ駐車場になってた。菜の花全部消えてた。だけどさ、退院できたんだし来年どっかで。一泊だけの退院でした。今度手術があるの。ハートの。歩いて大丈夫だと。全然平気。でも手術結構難しいらしいんだよね。だから外役させてくれたんじゃないかって。咲ちゃん、ちょっとビビっちゃってたりして。もし手術が成功したらもう一度菜の花の中を走りたいな。もう一度菜の花の声を聞きたい。手術はいつ？今度の木曜日。よし、じゃあ水曜日に菜の花をプレゼントするよ。元気送るよ。お兄ちゃん。ごめんね、うちは使ってないわ。あれってね、観賞用じゃなくて油取るために作ってるみたいよ。そうですか。あの、じゃあどこに行けば手に入るか分かりますか。あー、八百屋さんで見かけるけど。え、ほら、おひたしとか食べるときに時々売ってるじゃない。あー、八百屋。おー、入るよ。本当ですか。でもよ、季節がよ、4月の初めならなんとか千葉あたりのやつが入ってくるんだけどよ。
たわよ。そんな、まあ北海道あたりで咲いてるのがギリってところじゃないの。北海道、うん、岬。へえ、名前私と似てるね。うん、わかった。じゃあ明日探してみる。悪いな、美晴。ん？お前さ、菜の花の中って走ったことあるか？ないけど。菜の花の声って聞いたことあるか？え？あ、いい、なんでもない。お兄ちゃん、お兄ちゃんのそういう優しいとこ好きだよ。バカじゃねえのか、何言ってんの。妹だよお前。本当？翔太。はい。あの女子は死に障害せいや。ダメですよ。やっぱお前の助か。違いますよ。なんだよ。なんやねん、誰にも言えへんから。ここだけの話。翔太、この俺が信用できへんのか。誰にも言わないでくださいよ。あの女の子重病なんだって。え、翔太君本当？いや、え、目指させてさ、私思うんだけど、これから日本に絶対必要。私応援するから。あっ、ちょっと。はい、こうだ、お待ち。何のね、誰にも言わないでくださいよって言ったじゃないですか。匿名やないか、匿名。美咲ちゃんって言うらしいな。忘れた。翔太に彼女だと。ええ、15歳ですって。はい、うん、修行の妨げにならねばいいがな。あら、そういう考えは古いと思いますけど。男は女を愛して強くなるんですよ。今日のお茶はいかがです？あいつロリコンだったんだ。お疲れ様でした。翔太が家に来てからっていうもの哀れなもんだな。まるで翔太の手下だもんな。この世界一日でも先に弟子になったが兄さんなのによ。僕はいいんです、力がありませんから。でもいつかは。いつかは、いつかは羽ばたけるって信じてるのかよ。同じ長さに切れないんだよ。ちゃんと真ん中切ってんのに長さがバラバラになっちゃうんだ。それに切り口も。おやすみ。菜の花で寿司でも作るのかよ。それを食えば手術が成功するって。そう信じてます。
お前がやってるのはただの偽善だよ。俺は寿司で人を幸せにしたいんです。アホか！寿司ってのはな、客に食ってもらいたいからうまい寿司を作る、うまい寿司が食いたいからそれに見合った金を払う、それだけだよ。寿司屋と客の間にはな、愛はねえんだよ。幸さんの考え方は間違ってます。絶対に、絶対に。てめえは神様かよ。何でもてめえの思うようにいくとでも思ってんのかよ。信じれば、信じれば寿司で命が救えるのかよ。世の中に絶対なんてね。佐治と翔太のことなんですかね。また翔太ちゃん教育的指導受けちゃったの？まあ教育的指導ならいいんですけど、最近は感情的っていうか、そのなんていうか、あ、マウンティングってご存知ですか？いえね、猿がですね、自分が相手よりもこの組織の中での位置が上だということをですね、示すときに相手の上に乗っかるという行為をするんですよ。サジちゃんがマウンティングしてるの？まあそういうことになりますかね。ですがこのままだと、そう、あの自然界ですとね、そのマウンティングされた方の猿は相手に従うか、もしくは命を懸けて戦うかのどちらかなんです。二人もそんなに？サジも翔太も半端じゃありませんからね。はい、うん、熱いな。でも冷めたら美味しくないじゃないですか。っていうのは両側に刃がついてるから、ちょっと見てもらえますか？え？ほら、二等辺三角形に見えるでしょ。え？ちゃんと見てくださいよ。ほらほら。ああ。まあいいや。じゃあ今度はこの和包丁。
この和包丁っていうのは片刃なんです、うん、だからほら直角三角形に見えるでしょ。でもって、うん、こっち側に角度がちょっとついてるんです。つまり真上から見るとよくわかるんですけど、綺麗に真ん中を切ってるつもりでも実は刃の厚みの半分左側を切ってることになります。だからその分右に動かすってことか。そうです、うん、すごい。私そんな勝手なこと全然わからなかった。きっちりちょっと握手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 して写真だよ。はい、どうぞ。ナルトを切った男たち、あとは切る加減だけだ。全部全部ください。綺麗に切るのは並大抵のことじゃないんだよ。力を入れすぎると旨味の汁がにじみ出ちゃうし、それに切り口もガタガタになる。だから刃先を当てた瞬間迷わず一気に引き切る。まこればっかりは体で覚えないとね。翔太君って翔太君ってすごいよね。僕翔太君みたいに頑張れないんだ。頑張ってね。おやすみ。おやすみ。約束の日まであと3日です。俺は美咲ちゃんに何としても菜の花を何としても。どうぞ。どうもどうも。美晴、間に合った。運転手さん、あいつはありがとうございました。これで箱をいただけますか。箱、はい。あ、箱、ちょっと待ってくださいね。すいません。
おお、悪い悪い。やめてください。練習はしたんだ。切るしかないんだよ。今日が約束の日なんだ。迷わず一気に引き切れば切れる。迷わず。信じれば切れるよね。切れる。潰れてない。見事な切り口だ。よし。どうして？どこから来たの？美咲ちゃんにバレないところ。開けてみな。綺麗。食べてもいい？うん。いただきます。
聞こえる。菜の花の声が聞こえる。走ってるよ、走ってるよ。私菜の花の中を走ってる。咲ちゃん、もーちゃん、元気をありがとう。明日の手術きっと成功するよ。遅いね、手術。まだ終わらないのかな。いいわ、私出るから。はい、大トリ寿司です。はい、もしもし。はい。わかりました。どうも。手術成功しました。今度は翔太ちゃんの番ね。はい、よし、切ってみ。はい、できました。カッパ上がりや。やったやった、翔太君。やった、翔太君。翔太君、カッパを切った男の図。これおかみさんがお見舞いに持ってきなさいって。かみさんが、うん、多分ね、去年のお歳暮の残り物だと思うんだよ。うさぎちゃん、元気に体の具合どう？あれ、あ、看護師さん。はい。あの、みさきちゃんは昨日、容体が急変しまして。菜の花ってね、不思議なんだよ。私に元気をくれるの。頑張っていきなさいって。大きな声で元気をくれるの。何でもてめえの思うようにいくとでも思ってんのかよ。信じれば寿司
ら救えるのかよ。お前がやってるのはただの偽善だよ。翔太君、僕は今まで一度だって自分の思い通りに物事が進んだことないんだ。でもその度にいつも思ってるよ、信じるって言葉を信じようって。深刻。今の翔太君の気持ち分かるから。信じるやり方でこれからも日本一の寿司屋目指します。いや、挫折って言葉がねえのかよ。喧嘩するんなら寿司で喧嘩しろ。親方お呼びだ。新人寿司職人コンクールというのがある。それに入賞すれば世間からは一人前だと認められる。マサも秀も入賞してその後月場で逃げ出すと。今年はお前たち二人のうちのどちらかを出す。そんな、なんでこんな奴が。俺の5年の修行はどうなんすか。寿司、サジちゃん、家庭じゃないの、結果。翔太、心を構えられるか。はい。サジ、いいか。はい。今後
わしがお前たちに試験として3つの課題を与える。3つの勝負、つまり三番勝負に勝った者一人を大鳥寿司の代表としてコンクールに出す。分かったな。はい。渡辺、ビッグニュースです。新人寿司職人コンクールに出られるかもしれません。俺はこの男に絶対に勝ちます。コンクールに出るために。日本一。寿司クイズ、予告と答えは CM の後で。俺たちは寿司に生きてるんです。ヒデさんは誰のために握ってるんですか。100名の立つだ。お前、泳いでる魚見たことあるか。魚の目利きは命の目利きだ。正解はアボガドでした。